露法型の組織像相乗型の組織像エナメル上皮腫は破綿性腫瘍の一種で、ほとんどは良性腫瘍であるが、稀に悪性のものもある。良性でも、再発や破種などを起こし治療に難重することがある。実質はエナメル機に類似している。破綿性腫瘍の中で最も多い腫瘍である。1827年に9ザックによって報告され、 1930年にアイビト・チャーチルによって現在の名前であるアメローブラストーマと命名された。エナメル上皮腫は上皮性腫瘍であり、日本では10代から20代の男性に好発する。主に下学骨の大臼支部に発生し、上顎骨に発生することは少ない。比較的稀ではあるが、骨外性に発生することもある。露胞型と草むら状型があり、 前者が多い。稀に悪性のものや良性であっても関空性に転移することがあり、成長が遅く増大しても症状に乏しいため、顔面や顎骨に深刻な損傷を与えることがある。さらに、腫瘍細胞が骨組織に浸潤し破壊するので、治療のために広い範囲の下下切除が必要となることがある。飛膜様の構造も腫瘍実質であることがあり、広範囲に 外科切除しても再発を繰り返すことがある。2005年の風分類より、アケーが明記されるようになった。ゲン性腫瘍の中で最も代表的な腫瘍で、つまりはエナメル上皮腫柱でも最も代表的なものである。アジアにおいてはゲン性腫瘍の約50%を占め、欧米では10から20%程度である。 後発年齢は30から40歳で、性差は男性の方がやや多い。80%以上が下顎に生じ、特に大9支部から下顎枝にかけて多い。顎骨中心性である。発育感満な顎骨の豊高や骨破壊性に発育する。皮質骨を先行し骨外に増殖することがあるなど、両性腫瘍にもかかわらず局所浸潤性を示す。 X 線像は、スコリッピングと呼ばれる多房性の骨破壊像を見せる。またしばしば埋伏化を伴う。処置法によってはしばしば再発し、ごく稀に悪性化する。さらに、組織像的に露蜂型と、エナメル上皮腫の2から10%程度の発生頻度である。エプーリス様に、歯肉や歯相粘膜に発生し、下顎の特に昇級し、 前バブに後発である。精査としては男性が多く、後発年齢は平均52歳である。再発率は低い。エナメル上皮腫の約10%程度の発生頻度である。上下額で発生頻度の差はなく、前バブ、小休止部に約80%が発生する。エナメル上皮腫としては否定型的な X 線像を見せる。組織像としては、 コラーゲン繊維に富む間質中に作上から小さな島状のホースを示し、扁平上皮化性を伴う。再発率は充実型とほぼ同じ程度かやや低い。エナメル上皮種の5から15%の発生頻度である。後発年齢は10から20歳代。下顎に90%以上が発生し、特に休止部に多い。80%以上が 科学埋伏の第3代休止と関係があり、含む派生脳法のような X 戦闘数を示す。顎骨の無痛性の主張や変形、それに伴う歯の移動が見られる。進行すると骨が被白化するために、陽皮脂様間や波動が確認できる。診断基準や治療法については、一定の見解が得られておらず、それぞれの医療機関で実績を積み上げている。 一般的には、学骨の区域切除あるいは離断が多い。しかし、北海道大学を中心に行われている反復処置法が近年注目を集めている。付近の試根にて、ナイフカットと呼ばれる特徴的な吸収が見られる。ありがとうございます。